一発で決まるってすごいですね。そしたらこの場面来たら思い出してください。あんたが大将、いきますよ、あんたが大将。黙っていればいいものを、さても席とは言うなから、始まりましたね、あんたの話、いろいろ苦労もあったでしょうね、自慢話で投げすぎる、泣かせた女の数ばかり、今って見ても男の値打ち上がるもんじゃないんです。来てもらわないとしょうがないです。この前です。